ただいまから政調会長による選挙公約の骨子発表記者会見を始めさせていただきます。政調会長お願いします。はい、夜分に恐縮であります。かねてから申し上げております通り、マニフェスト我が党の参議院選挙に向けての公約でありますが、その骨子について、発表をさせていただきたいと思います。お手元にお配りをしておりますが、2点ほど事前にご参考までに、欲張りをしたものと、そういう点がございます。一つは項目の1、雇用をなくして安心なし、そこの具体的政策例の丸3でございます。これはこういうような文章に相なっております。 FTA、EPA のところでございますが、これは意味が変わったわけではございませんが、よく注意をいたしまして、文言的にはこのような文言にありなっております。お手元に修正版があるのだろうと思いますが、 FTA、EPA に戦略的に取り組みます、こういう文言にいたしております。もう1点はページ変わりまして2ページでございます。大項目の3、頑張る人が報われる社会へというところの一番下丸4でございます。B 型肝炎に関してはというところでございますが、裁判所の和解勧告にも問わず決着を見ていないと、肝炎に関する国の責任を考え、B 型、C 型、B、C 型肝炎問題を解決しますということになっております。修正点は以上でございます。このマニフェストの骨子案でございますが、これはあえて言葉を言えば第1弾というものでございます。でこれは明日、明日、全国マニフェスト遊説の第一声、これは参院選対本部ネクストジャパンにおいて行われるものでございますが、これをはじめとする、これからの連休を睨みまして、その期間党所属議員、あるいは党のいろんな組織、そこにおいて街頭演説、政策アピール等々に活用してもらいたいと、このように考えております。今後の作業でございますが、これはあくまで骨子でございます。いわゆるさらに検討を要する事項、我が党として、これは大小という言い方は話も適当ではありませんが、大きな政策、あるいは詳細にわたったもの、いろいろございます。そういうようなものについて議論、議員を深めてまいりまして、お約束通り5月の連休明けにはより具体的な内容、ここに書いてあるものがガラッと変わるとか、言ってることはまたひっくり返るとか、そのようなことは想定をしかしておりませんが、新しいことが加わるということは当然ございます。さらに考え方について具体的に示す、あるいはそこに書いてある政策を実現するための詳細なスケジュールといったものも入れるというようなこともございます。そういうような作業をいたしまして、5月の連休明けの週には、より具体的な内容を盛り込んだものを公表したいというふうに考えております。これは手法につきましては早急に検討いたしますが、パブリックコメントに付したいと思っております。広く党の支持者の方、あるいは一般国民の皆様方、それからパブリックコメントを頂戴をいたしまして、その後完成版として発表したいというふうに思っております。その時期についてまだ確定したものはございませんが、かねてから申し上げております通り、ああだのこうだの言ってですね、選挙前にバタバタとひっくり返ったり、また元へ戻ったりと、なんか実際にその政策作って実際に政権についてもそのようなことがあるところもあるようでございますが、そのようなことはしたいとは思っておりません。するべきだとは思っておりません。選挙の公示よりものある程度早い時点で公表し、そして候補者はもちろんのこと、我が党の政策を訴える者が自分の頭で理解し、自分の言葉で話し、
それぞれの選挙区においてあるいは中央におけるテレビ討論においていかなる場面においても与党の候補者に必ず勝つというようなところまで消化をしてまいりたいかように考えておる次第でございます。内容あるいはスケジュール等々につきましてご質問があればお聞きいたします。私から以上です。それではただいまから記者の皆様からご質問をお受けいたします。質問される記者の方、挙手の上、質問を受けた方、記者の質問を名乗ってからお答えください。それではまず広川クラブ加盟の記者の方、どうぞ。池永さん、3点ちょっとお聞きしたんですが、まず1点目の冒頭のところにですね、この民主党政権の暴走を止めますというのが書いてありますが、これと別にですね、自民党としてこの保守でマニフェストで一番訴えたいこと、その理念についてですね、説明をお願いします。それから2点目が、法人税率の引き下げや消費税率について、今回数字が入っていませんけれども、これ、完成版のマニフェストに入れる予定なのかどうかということと、その取りまとめの現在の状況について教えてください。それから3点目が、細かいんですが、2ページ目の真ん中辺にある、子育て交付金の創設とあるんですけれども、これは具体的にどういうものなのか、教えてください。お願いします。はい、ありがとうございます。まず第一点、理念についてでございます。理念がこれ一つだけが理念だということではございません。ただ私どもとして今民主党政権が8ヶ月経過をしているわけですが、家族でありますとか、あるいは地域でありますとか、あるいは日本国の形でありますとか、あるいは政治と国民との信頼であります。我が国と同盟国、合衆国をはじめとする多くの国との信頼ですとか、そういうものが根底から脅かされつつあるという認識を持っております。私たちとしては今さえ良ければいいのではない、日本さえ良ければいいのではない、ましてや次の選挙さえ良ければいいのではない、次の時代に世界に対して責任が持てる、そういうような政策でなければならないと思っております。キャッチフレーズ的に言えば、財源あっての政策だと、安心あっての社会だと、活力あっての地域だと、外交あっての平和だと、絆あっての家族だというようにですね、そういういろいろなもの、例えば政治ならば信頼が必要だと、あるいは平和を守ろうと思えば外交というものはきちんとしなくてはならない、恒久的な政策には恒久的な財源がなければならない、いろんなものを実現をしようと思えば必要なものがあるはずだというものをきちんと明示をして、失われつつある信頼、家庭、地位、国の在り方、そういうものをあるべき姿に取り戻したい、それが私どもの理念だと思っております。これをタイトル的にどうするかということは、選挙までに広報本部ともよく議論をいたしまして、最も国民の皆様方の共感を得るもの、そういうものにしてまいりたいと思っております。2点目でございます。消費税率、法人税率について数字は入れてございません。で、この法人税率というものについては、今の 40% というものを下げたい、それは 20% 台という議論が党内で強いということは、それは事実としてございます。ただその 20% 台という数字はともかくといたしまして、それと消費税との関係をどのように考えるか、法人税を下げればその分減収になるわけで、それと消費税がどのような関係に立つのか、そして消費税というものを考えたときに一気に上げるという考え方、あるいは段階的に上げるという考え方、複数税率を入れた場合に何パーセントに消費税が達したときに複数税率を導入すべきかという議論、そういうようなものをこれから先詰めていかなければなりません。で、私は税制というものは経済が活力を持つための税制でなければならないと思っております。経済全体に活力をもたらすための税制というもの、そして将来世代に多くの債務を残さないということ、
合わせて現在そして将来の世代に年金でありますとか医療でありますとかそういうものについての安心をもたらす活力と安心をもたらす税体系というのはどのようなものかということについて今後税制調査会とも議論をしながらきちんとしたものをまとめていきたいと継ぎはぎだらけのストーリー性のないものを作ろうとは全く思っておりません、消費税率法人税率については以上であります。ただその子育て交付金とは何であるかということにつきましては、今日の議論を踏まえまして、事務局長副会長の西村の方からお答えします。西村でございます。具体的な紙はこれから詰めますけれども、子育てについては都市部と田舎で相当その支援をする内容ニーズが違いますから、それぞれの自治体ごとに使い勝手のいいニーズに応じた地域住民のニーズに応じた形の支援ができるようにですね、使い勝手のいいこうした形の交付金を創設したいということで今検討を進めております。現金を支給するということですか？そうです、交付金です。はい、はい、よろしいでしょうか。他にご質問どうぞ。ごめんなさい、熊本から帰ってきたので最新のことを全て知ってるわけではないの。自治体にどう？自治体が自治体です。個人に直接行きます。自治体に対して、そうです。農業の政策なんですけれども日本型直接支払いの創設があるんですけど、これ民主党もこれ個別所得補償制度とどう違うのかっていうのをちょっと考えてみてください。これはかかったコストと出た金額に差額が生じたら全部払ってあげますというようなことを考えているものではございません。日本型直接支払いというのは本当に条件の不利な地域であるが農業というものを継続していかねばならない。それは水源環境でありますとか地域保全でありますとか崩落防止でありますとかそういういろんな意味がございますが、そういうものについてヨーロッパではかなり詳細な基準に基づきます直接支払いというのが行われているところでございます。じゃあヨーロッパと比べて一軒あたりどうだ面積あたりどうだという議論がございまして、どうすれば納税者の納得が得られるか、そしてまずどうすれば地域というものを守ることができるか、そういうことを考えながらやっていきたいというふうに思っております。個別所得交渉政策とは全く違うものでございますが、いずれにしても農家の所得というものを増やしていきたい、合わせて地域を守るということを考えていきたい、そういう時には一律的に何でもかんでもお金差し上げますというような政策が正しいものだとは私は思っておりません。かなり詳細な制度設計を公約を発表するまでに詰めてまいりたいと思っております。よろしいでしょうか。2ページ目のマルジン関係、第3項目のマルジン関係、はい、緊急した就職支援なんですが、はい、検討に書いている制度があると思うんですけども、もうちょっと何か具体的にご説明いただけると。ですから、この間ご説明したようなものなのですけれども、はい、さらにこれが本当にそうだねと、企業にとって、そしてまた新卒者の皆様方にとって、使いやすい制度設計というものは考えていかねばならないと思っております。こちらは先般申し上げたようなことでございますが、いろいろと疑念、あるいは本当にできるの、企業の活力はどうなるのというようなお話がございますので、ここは詳細なものをきちんと詰めまして、先ほどの農業の話と一緒ですが、マニフェスト発表までにお示しをいたしたいと思っております。よろしいでしょうか。成立の話とか例えば成長率の話みたいな数字の話はどの程度の段階に出てくるのかと言えばよろしいでしょうか。これは最終的にはマニフェストとして世に問うまでにということが一番正確なお答えになろうと思っております。何でもいいから数字を並べればいいというものではございませんし、
口頭無形なと言っては言い過ぎかもしれませんが、そういうような数字を出して裏付けがないというようなことをやるつもりは私とは全くございません。で、今までも数字をどうするか等々ですね、の感覚が深く議論いたしておりますが、実際に苦情ない、忌憚のない意見を交わしながら、党としてこれが最終的なものだというものをまとめていきたいと思っております。よろしいでしょうか。これからは広川区は加盟者以外の記者の方も含めてご質問を。こう。じゃあ、2つありまして、1つは、公約というものを今まで支援とか、ご購入に付したことがあるのかという感じです。6ページ6の外交のところで、在日米軍在任の確実に実施しというのは、これは、今の公約のように、この資源法案とかそういう言葉が入るのかというか、はい。ですね、私の知る限りパブリックコメントをしたことはないと記憶をいたしております。我が党としては本邦省にというかそういうものだと認識をいたしております。ただ在日米軍再編をどうするかということでございますが、選挙のスケジュールから考えまして、もう11日投票か25日投票かは存じませんが、5月の末までにとこう決意を述べた。まあ、決意に変わっちゃったわけですけどね、もうそれは決意でしょう、もうそれまでやるんですねってことが問われてるわけですが、もうそこでどういうことになるのかということを見ていかなければなりません。で、私どもとして沖縄の我が党の立場ということも当然考えていかねばなりませんし、どうなのだということについては党本部としては、私どもが現行案ということを申し上げたという基本的なスタンスに違いはございませんが、他にもいくつかの要素がございますので、これはマニフェスト発表までに、どうも総理の念頭にはそれはあまりないようなのだけれども、抑止力の維持と負担の軽減ということを最大限両立できるような、最大限というのは、考えられる限り最良という意味で申し上げております。で、そういうものをきちんと書く。いうことでありまして、これは沖縄だけに限ったものではございません。日本国中基地負担というものもたくさんあります。抑止力というのもいろんな国に対するいろんな抑止力がございますので、それを一番考えられる最善の形でパッケージとして示したいと思っております。はい、ポイント前からきました。いや、それはあるかもしれないということでありまして、これだということを断定的に申し上げるわけではございません。これはですね、生声プロジェクトでありますとか、あるいはこう私も今熊本から帰ってきたところでございますが、実際現下の政治状況を踏まえてですね、党員の方々からここはもっとはっきり言うべきだと、自由民主党としてここはもっと明確にすべきだというようなご意見を随分と受けたまっております。で、連休中にそれぞれの議員があるいは候補者がそれぞれの地元でそういうようなお声を聞いてくると思います。そういうようなものの中から新たに付け加えるというものが出てくるということは当然あり得ることだと思っております。テレビ朝日ちょっと大枠の議論なんですけども、前回の総選挙で自民党が敗北したのは、政策が間違っていたからではないと思うんですね。マニフェストが間違っていたからではないと思う。それは党の体質などを含めたものが嫌われたと思うんです。その辺は政調会長、よくおっしゃることではあると思うんですが、例えばその、マニフェストにそぐうかそぐわないか、議論があるところだと思いますが、そうしたこの9位に入ってくるのかなという気もちょっと見ながら思っておったんですが、そうした党改革的なものというのはマニフェストに入れていくつもりはあるのかどうか、その辺をちょっと考えます。はい、おっしゃる通り、この9の中でですね、無責任で倫理観のない政治を追放すると、自ら血を流す改革を断行するということでございます。で、あくまで例でございますが、国会議員の数大幅削減で、これも言っただけでもしょうがないだろうと、一体どうするんだというふうにやるんだということでございますし、
2、3もそうなんでございます。でただこう、これに加えて、これを政策というかどうかは別として、党の在り方をこのように変えるのだということはですね、やはりこう政策種の中に入れるかどうかは別として、党として打ち出していかねばならないものだというふうに思っております。それは党内にもいろんな議論があってですね、小選挙区にふさわしい党の運営とはいかなるものであるかとかですね、あるいは国民の皆様から政党助成金をいただいて運営する党の在り方とはどういうものだと。でこれはまだ具体的な議論が詳細に行われているわけではありませんが、私は個人的には政党なるものが政党助成金という国民の税金を頂戴をすると、そういう立場であるとするならば、政党が国民に対していかなる責任を果たすべきかということは明確にしていかねばならないのだろうと思っております。それは党の運営の在り方であり、経理の在り方も含むものだと私は個人的に思っておりますが、党として国民の皆様方のいわゆるこう、この言い方がどうかは分かりませんが、の監視のもとにきちんとしたディスクローズを行うということ、そういうような仕組みがないからいろいろなことが長々になっているものだというふうに思っております。いろいろな党の運営の在り方というものを他党に先んじてディスクローズをして、政党助成金という一種の権利を享受するからにはいかなる義務を果たすかということも明確にしてまいる必要があるのではないかと私は個人的に思っているところでございます。今後党内で議論をしてマニフェストの中に入れるか、それとも我が党がこう変わりますという形にするのか、これは政権政策委員会の役割を超えたものかもしれません。総裁のご指示もいただきながら今後党として議論を詰めてまいりたいと思います。マニフェストの考え方でちょっと確認したいんですが、可能性がどの程度あるかわからないんですけど、仮に衆参同日制になった場合、これは衆院選のマニフェストともあるわけですか。ですね、参議院だからこうだ、衆議院だからこうだということが基本的にあるわけではございません。衆参同日選挙になったからガラッと変わったということであれば、一体何だったんだこれはということが当然なるものでございます。ただ私かつて予算委員会でも申し上げたことがあるのですが、政権選択の総選挙と政権選択では必ずしもなく半数改選の参議院選挙というものはおのずから位置づけが異なるものだろうと思っております。だから内容がそういう論理的に引きずられて何か変わるというものではございません。基本的には一緒のものでございますが、政権選択ということでありとすれば、それはまた政権選択にふさわしいものというものがあるのかもしれないという議論が、基本的には衆参同時選挙であったとしてもマニフェストの骨格、基本的な考え方、それは異なるものではございません。要はマニフェストなるものの位置づけが衆議院も参議院も全く同じですかといえば、それは必ずしもそうではないかもしれませんねという意味で申し上げました。それでそのマニフェストに書かれている内容なんですが、いわゆる例えば民主党が重要政策として打ち出した、マニフェストを打ち出したですね、子ども手当であるとか、農家の防止所得上であるとか、そういったものを基本的に全部廃止するという感じ、何する全部取りやめるという。ですね、民主党が言ったのでそれを全部ですね反駁して取り消すとか、そういうようなチャチなことを考えているわけではございません。ただ私たちはいわゆるばらまきというものは政府のお金を家計に移転をするというだけの行為は経済成長とは何ら関係のないものだというふうに思っております。そして漏れなく全ての人に所得制限をかけずにお金をまくというやり方は本当に必要な政策というものを成就するということには必ずしもつながらないと思っております。そしてどの方にどのような政策をしなければならないかということはもっときちんと重点的に議論をされるべきものだというふうに考えておりまして、民主党の言ったことを全て否定するというわけではありません。ただし私たちはもっときめ細かなものをやらなければいけない。でばらまきよりも仕事であるとか
そういうようなスローガン的には言うことができるだろうと思いますけれども、経済成長というもの、そしてまたこれから先の産業の在り方というもの、そういうものをきちんと見据えた上で政策を立ててまいりたい、それを検証していくと民主党のもの否定というものに結果的になれるということは当然あることだと思います。よろしいでしょうか。はい、9項目目のマリッシュと丸さんの関係なんですけども、これもやはりその国家公務員に2割削減する、そのためにですね、やはりその官僚だけに血を流せるわけにいかんと、国会議員の方も血を流すという精神で、これは一人さんが行われるという解釈で、そうすると、この一人さんというのはかなりセットで行うか、あるいはかなり建設して、近いそのタイミングで実施しなければいけないと思いますけど、それのまとめ方についてはどうでしょう。私はこの一人さんが論理的にセットだというふうには思っておりません。の官僚のと言いますかね、国家公務員の人件費を2割削減するというのはこれは当然のことなんだろうということを申し上げて、地方でもですね大幅に削減を行っているわけであります。でそうしますと今の国家公務員の人件費削減ということはそれは当然ではないだろうかということでございます。で国会議員の数を大幅に減らすということにはいろんな議論がありましてね、日本の国会議員の数は決して他の諸国に比べて多いわけではないという議論があることも承知はいたしております。ただ他の国がこうだから我が国もこうだというようなことには必ずしも馴染まないものだと思っておりまして、これまた地方の話ですが、地方はもう相当に議員を減らしているわけですね。で私たちとしてもこれは議員を減らさないで国民の皆様にご負担ということはそれは無理でしょということなのだと思います。あなたたちは一体何をしているのと、私どもがいろんなことを国民の皆様方にお願いをするからには自分たちの身も切らなきゃいかんだろうと、もう数が減ったんだったらそうですね、働けるということだと思いますね。それはもうもっと能力も上げればならん、もっと時間的に働かねばならん、もう数が減っちゃったから仕事ができませんねごめんねみたいな、そのようなことがあってはならないんで、お前たちがどれだけ身を削ったかということで政策を聞く耳を持ってもらえるのかということは私は体験的に感じておるところでございます。ですからこれはセットというよりも国会は国会としてきちんとしていかねばならん、公務員もきちんとせねばならん、これが論理的な連関性を持っているとは必ずしも思っておりません。はい、すみません、雇用もなくして安心ですけどね、この3年間にという課題の部分になるんですけれども、3年間にというのは月後脱却を経済を3年間でやりますという理解でいいのかちょっと違うかと思います。はい、私どもはこの3年間が勝負だというふうに思っております。の4年間とかですね、与えが臨機の間とかそういうようなことを言っている余裕は日本国にはないのだと思っておりまして、この3年間にありとある政策を総動員をしなければならない、この3年が勝負だということでこの3年間という言葉を書いたものでございます。デフレ脱却、景気回復、仕事の創出、そういうようなものを図るためにですね、金融政策、税財政政策、成長戦略、こういうものを総動員するということで申し上げているので、3年というのはもう論理的にカクカクしかじで3年だということが、もうだから3年よという数字が出てくるわけではありませんが、3年やってダメだったらば、これは本当に不可逆的に奈落の底へ落ちかねないという意識に基づくものでございます。よろしいですか。はい、ありがとうございます。初めて個別的な部分で現場などのこととかですね、給油の再開等々民主党にひっくり返されたことを元に戻す、相当対抗意識の部分があるんじゃないかと思います。この辺の、野党ですから現政権に対する対抗というのを、実現可能な責任ある政策ということで、意識されたのかなと思ったので、その意識の部分と合わせて先ほど質問で出ました人件費のリアリ削減というのは前回の民主党のマニフェストに書いてあった言葉だと記憶しているんですが、これはあえて奴らにはできないということで盛り込んだのかなというその意見です。はい、これはですね、こう恨み骨髄これを絶対入れてやるぞとそういうことで申し上げたものではなくてですね、
その八ッ場ダムっていうのは一つのシンボリックなものだと思うのですよ。そのコンクリートから人へというスローガンが先行する形で、その経済的な効果でありますとか、地域のこれから先の将来でありますとか、そういうものを車掌をして、私に言わせれば徳ダム法というものをきちんと順法していればこんなことにならないんだというふうにも思っておりますが、これは一つのシンボリックなものではありますけれども、そうであるがゆえにこの八ッ場ダムというものをきちんと仕上げるということで書かせていただいたものでございます。ですから、徳出したのかと言われればそれは結果的にそういうことになりますが、一つのシンボルなのではないかと、これと似たようなお話は全国いっぱいあるのだろうというふうには思っております。ただまた、呼吸の再開というのは、これも一つのシンボリックなお話なのでございますが、要はですね、我が国が世界の中で何をやるのかということの一つの象徴が補給活動であったと思っております。これはもうそのことがテロの根絶と何の関係があるのかというようなことをおっしゃる方もありますが、まさしくテロ対策の一環としてこういうことを行ってきたわけで、我が国の法体系の中で最もふさわしい、あるいは能力の中で最もふさわしい活動としてやってきたわけで、これを否定をするということは我が国が国際社会において果たすべき役割というものを全否定したということでございますので、これもシンボリックなものですが、これに全てが凝縮されているというふうに私自身思っておるものでございます。公務員の2割削減もやるやると言ったわけですね。ところが全然やってないわけですね。で、やはりこれはもう民主党も言っていたことだが、やはり民主党の中で先ほどのコンクリートから人へとですね、国際貢献をもうやらないんだとか、そういう話じゃなくて、あ、これはいいことだねということもあるわけです。しかしながら彼らはそれをやらないわけです。私どもとして、ここはきちんとやらねばならんということで、我が党はきちんとやりにくということで書かせていただいたと思います。よろしいでしょうか。はい、初めての方。はい、で今日のこのポジションを見てるとですね、おそらくこの4番の部分が土地活性化、まあ、農業政策みたいな、それはまあそういう感じなんでしょうけども、その10ある項目の中で、その農林水産業という項目が立ってないということについては、今後何か考えていないということはあるんでしょうか。私はですね、農林水産業という項目を立てるということも別にここで書いたから、その今度は、これでも決まりよと、農林水産業という項目を立てないというようなことを申し上げているわけではありません。ただ、これから先、日本の産業構造を考えていくときに、私は本当の意味でのですね、外需の一環としての農林水産業の振興というものは本当に真面目に考えていかねばならない。やたらめったら品質はいいが、やたらめったら高いということであれば、それはスポット的に売るだけのお話であってですね、どうやってこれがずっと売れていくかということは考えていかねばならない。で、合わせて内需の拡大ということを考えた場合にも、農業、林業なんかもっとそうなんですけども、もっと拡大の余地はあるだろう。ですから、そのとにかく個別保障だって考え方ではなくて、成長戦略の中で農業をどう考えるか、林業をどう考えるか、水産業をどう考えるか、そういう全く民主党の皆さん方とは考え方が違う。要するに農業に後継者がいないのは儲からないからいないんです。儲かればいるんです。そこのところをきちんと見据えて、産業政策というものと社会政策というものをごっちゃにしてはいけない。そこは峻別して、産業政策は産業政策として、社会政策は社会政策として、とにかく個別所得補償ですというような、ある意味はっきり申し上げれば、理念がないその場しのぎのようなことをやるつもりは全くないということを申し上げているわけでございます。私は農林水産業、特に農業の場合にはですね、日本は光にも水にも土にも温度にも一番恵まれた、世界で一番農業に適した国であるので、そのポテンシャルというものを最大限発揮するというふうに私どもは考えておりまして、民主党とは全く違うものということを展開してまいりたいと考えております。よろしいですか。はい、構成についてお聞きしたいんですけれども、本当に雇用なくして安心まして、この3年間勝負だというふうに書いておられまして、あと4番目の項目のところでも、仕事を作るとか手当てる仕事とか、かなり仕事を雇用を強調されているように思われるんですが、その1項目目から10項目目に並びというのは、優先順位とかに基づいて
想定されているんですか。やはりですね、一番国民の皆様方が今不安に感じていらっしゃるのは雇用なんだと思っております。で、雇用というものを一番に掲げたというのはそういう概念があってのものでございます。で、この並べ方というのはこれから先繰り返しになりますが、広報本部ともご相談をし、連休中本当に国民の皆様方といろんな議論をしていく上において、どういうストーリーを作るのが一番望ましいのかということで順番が変わることがございます。ですから、ここの順番についてはこれで確定というわけではございません。また項目が新たにできるとか、あるいはここの並べ替えとか入れ替えがあるとか、それはもうどういう形のストーリーを作れば一番国民の皆様の共感を得るかということで、これからさらに詰めてまいりたいと思っております。よろしいでしょうか。他にご質問。あらゆる可能性はオープンですけど、明るいですからね。それはずっと我が党の中でもいろんな議論がございました。で、今回入っていないから全く入らないというものではございません。ただこれは前も申し上げたかもしれませんが、その集団的自衛権とは何なのだというお話について、みんなが共通の理解をしなければ、これ議論そのものが成り立たないものでございます。そして集団的自衛権と日米安全保障条約との関係、そして米軍再編ということは、結局のところ日米安全保障条約に基づいて米軍は駐留しておるわけでございますし、私どもはその義務を負っておるわけでございます。そこまで含めてちゃんと整理をした議論をしなければならないというふうに思っております。ですから私もこの作業は2年前にやったのかな、その集団的自衛権について防衛政策検討委員会で本当にこう十数回にわたって議論をし、議論しただけでは仕方がないので、いろんな法律条約そういうなものもこう変わるべきなのだということはお示しをいたしました。でしかし、そのなおかつこれは東大的なコンセンサス、さらには国民的なコンセンサスを得るという状況になっているかといえば必ずしもそうでもないだろう。でしかし、その今回の普天間の問題に象徴されるように、本当にこのことをきちんと考えないでどうするのということだと思います。ですからその議論を最終的な公約の発表までにパブリックコメントも含めて我が党らしさというものをどう出すか、これは国の形の根幹に関わるものでございますので、今後議論は相当になされるべきではないかと。ただ政策の責任者として自分の考え方がああだのこうだのということを申し入れる立場には今のところございません。はい、どうぞ。はい、産休振興社の田中と申します。今回この骨子を取りまとめるにあたって政調会長として最も苦労した点と、今後5月の公表に向けて最大のポイントが課題だと思っていらっしゃる点を教えてください。もう私自身というよりも今日は事務局長あるいは政調会長を収まっておりますが、それぞれの担当において本当にもう長い時間の議論をしていただいたと思っております。一番苦労されたのは現場の方々なのであって、別に私が何の苦労ということをここで申し上げるようなことは考えております。ただ今までですね、ともすればですよ、それは私だけがそうだったのかもしれないが、霞ヶ関というシンクタンクがあってですね、こういう方向でというふうに打診というのかね、それをして霞ヶ関が一生懸命総理の意向に沿って党といろんなキャッチボールを行いながら書いてですね、それを党でもう一度精査をして自民党ってラベルを貼って出したということが全くなかったとは私は思わないのですよ。で今回本当に自由民主党が野党として国政選挙を迎えるのは初めてです。そこにおいてカンカンガクガクの議論を戦わせ、
多くの有識者、学者でありますとか、経済人の方でありますとか、そういう方々のご意見を聞き、本当に自分たちで作ったという意味で、それは大きな意味があったのではないかと思っております。ただ何を訴えるかということですが、これは冒頭申し上げたことなのですけれど、昨日総裁が党首討論でもおっしゃったようにですね、これはもうやめなさいということを言ってるわけです、私たちは、ね、でそうするとこれが参議院選挙は政権選択ではないということをよく承知の上で申し上げておるわけですが、我々ならばこうすると、単なる批判ではなくてですね、我々ならこうすることを明確に打ち出さねばならん、これは今日本から失いつつある豊かさであるとか、国民の自信であるとか、あるいは誇りであるとか責任であるとか、ね、その私は愚かな総理かもしれないのという総理を抱えですね、そしてなんで一番じゃなきゃいけないんですかとこう言われて、いろんな競争に敗れですね、そういう日本であっていいのかということだと思います。もう一回、まあ、参院の言葉で言えば少年を入れて政治をやれということだと思うし、我々はそれをやっていかねばならないということでございます。少年とも言います、シャーネとも言います。すいません、呼べよ。西部と東部でちょっとこれは違う。はい、あ、すいません、さっき農業のところで政調会長が成長戦略の中で農業や林業や水産業をどう考える、位置づけるかってお話される、まあ、極めて自民党らしいというか発想だと思ったんです。で、1ページ目にもその FTA ということを戦略的に取り組むと書かれています。例えば韓国などはですね、製造業と農業の FTA を含めてですね、トータルパッケージで戦略的な発展を目指して一定の成果を出していると思うんですが、例えばそうした FTA、農業に対する FTA、トータルの成長戦略を含めてですね、どういうふうにお考えになりますか。そこは韓国において今おっしゃるような光の部分もありますが、影の部分もものすごくあるわけですね。で、そこのところは両方見ていかねばいけないものだと思っております。で、例えばその去年民主党さんがですね、アメリカとの間で FTA を締結しますと言われて、何言ってんだと言われてですね、その推進しますというふうに変わって、一体それはその後どのようになったか私はつまびらかに存じませんが、例えば米で言えば10倍の差があるということがあるわけで、そこでフリートレードアグリーメントということになったときに、じゃあ個別所得保障するからいいんだって話にはならないでしょう、これはね。だから戦略的にということを書いているわけで、まさしく経済発展に資するものではなければならない。ですけど、ある日突然日本の農業が急に輸出の競争力を持つというものでもありますまい。で、対象地域は合衆国であるか EU であるかも全然違うわけです。で、それぞれの地域を見ながら、何を FTA の重点地域とするか、何が一番成長に資するかということと、例えば比較優位を持たないものをただただ守りますとだけ言ってても仕方がないわけですね。で、それを一体どのようにしていくのかということを考えた上で戦略的にということを申し上げました。で、それはやはり経済全体のパイが上がっていかねばなりませんが、地域が壊れちゃったと、農業が儲からなくてですね、なんか国家公務員のようにですね、お金をもらうのだからリタイアしたら次の世代もやりなさいみたいな、そんな話は産業政策でも何でもないわけです。そこのところをどのように考えるかということは、それがまさしく戦略的の戦略的ゆえんではないかというふうに思っておりまして、経済成長に向けての FTA、EPA というものは、特に比較優位を持たない産業をどうするかということについて、社会政策的なサポートも加えながらこうだと言わなければ、FTA、EPA を推進しますということは、かなり無責任な話ではないかと思っております。よろしいでしょうか。他にご質問どうぞ。うまいですと、これすみません、集約したものって元々持ってるわけではありませんが、やはり雇用というものが多かったというふうに私記憶をいたしております。それからやはり地域間の格差
というもの、やはりこう私も地方の出身でございますが、やはりこう相当格差が開きつつあるねという感じ、それは数字に現れたものというよりもこれは実感です。で、中心市街地ってのは本当にこうシャッター通りに本当になっている。私ども鳥取市もそうですよね。そして中山間地においては集落が消失しているということなのです。この地方の状況をどうするのだということ、そして雇用というものをどう考えるか、コンクリートから一重か何かは知らないが、それでバサ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 公共事業を切ってですね、会社をぶっ倒してですよ、失業者を作ってですね、そこに金をばらまいて誰が嬉しいという話なんでございます。そういう地方の実感というものをきちんと生かしたマニフェストにしてくれというお声は非常に強かったと私は思っております。よろしいでしょうか。他にご質問ありますか。よろしいですか。まだマニフェストが1点ちょっと待って、マニフェスト、はい、マニフェストじゃないの、会議が対等する。今日は片山市長の所轄は有害判決を言ってましたけれども、この有害判決と中山総理の責任の関係について、秘書の責任は私の責任、バッジを外せと言ってたことは一体どうなったんだということです。昔言ってたことは、あれは一体何だったのということが第1点。それから第2点は、私は報道で見ただけですけれども、勝馬さんが世間をお騒がせしてって言ったのは、私はものすごく違和感を感じたんですね。お騒がせしたことが問題なのではありません。一体こういうことはどうなんだということについておっしゃるべきではなかったかと。その前段で確かに触れておられますけれども、やはりここで城東区の世間をお騒がせしてっていうのは相当に違和感を感じました。第3点は、昨日の党首討論で、総理あなたは勝馬さんに対して国会に出るようにというふうにおっしゃるおつもりはありませんかと聞いたらば、私は勝馬とは全く連絡が取れておりません。これ一体何なんですか。電話知らないんですか。お家がどこにあるか知らないんですか。それ一体何なの。全く無関係でございます。そんなはずはないでしょう。誰のためにやったことなんだって言ったらですね、私の存在がなければみたいな、そんな話を誰がしてくれと言った。きちんとこのことがどういうことなのかということを明らかにするという責任を全く念頭にないお話、そして資料はどうなったということについて今日総理が言及されたかどうか私は知らないが、プライバシーの問題がありますので、私の弁護士をして調査をさせて報告させます。要するにプライバシーの方が政治の信頼よりも大事だという話です。国会よりも弁護士の方を信頼してくれという話です。話にも何もならない、言語道断、話にならない。私はそう思います。よろしいですか。他にご質問ありますか。よろしいでしょうか。はい、それでは以上をもちまして石破政調会長のマニフェスト講師の記者会見終了します。どうもありがとうございました。お疲れ様。